はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。そしてこの度ですね、公式さんからガチの続報がございました。ですので今日はですね、そちらを取り上げていきましょうか。では早速中身を確認していきたいと思っております。まずはこちらをご覧いただければと思いますね。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。でまずですね、こちらのツイートを見ていきたいわけですが、ディレクターの鈴木です。タイトルアップデート第1弾では、会員調査に新たなコンテンツを追加いたします。今回はその追加要素の中から、会員連戦の防具強化の場面を撮影いたしました。この強化にはアップデートで追加される新たな素材を使用します。引き続き続報をお待ちくださいと書かれておりますね。まあ、会議調査に新たなコンテンツが出てくると、まあ、そういった話はですね、以前から公式さん展開してくださっておりましたが、そこに関する続報となっております。いや、これはかなり重要ですね。でこちら、画像ですね、公式さん出してくださっておりますので、こちら詳しく今から見ていきましょうか。で詳しい内容に関しましてはこちらとなっております。メルゼアームか。で現在のステータスは強化なしということですので、特段ですねステータスは記載がないといった状況になってますね。で強化後のステータスっていうところで、防御力がプラス2で、スロットはこれは見たところ据え置きになってるみたいですね。水耐性マイナス7ってやばくね、これ大丈夫大丈夫か。いや、あまり大丈夫には思えないが。で、流耐性もプラス1と。で、連撃と睡眠耐性がそれぞれついております。で、ここでポイントになってくるのが、プラスだけではなくて強化で書かれていますが、マイナスもどうやらあるみたいですね。で、この装備スキルであったりとか防御力っていう、ここの補正っていうのは、ランダムで決まるのかな。ちょっとね、そこについてはここだけ見てみると定かではないんですが、ちょっとこちら気になりますね。さあ、っていうことでツイッターの方戻りましょうか。でツイッターの方を見ていきたいわけですが、こちらのツイートかなり反響を呼んでおりまして、 3.4 万件のいいねとなっております。でリプの数も400件超えてんだけど、多分ここ直近1ヶ月で最大の数じゃないかな。ですよね、400超えるとかないもんな。でリツイートの数も 2.2 万件となっておりまして、相当反響を呼んでることがこのことから分かっていただけるんじゃないかなというところです。でせっかくですのでリプランも見ていきましょうか。でリプランなんですが、まず一つ目ですね、スキル、スロ、耐性、防御力全部ランダム把握っていうところで、あーけどやっぱりランダムなんだこれ。ぽいっすね、ランダム要素か。いやー、これランダムっていうことは、まあ、この方が言ってる通り、確かに複数同じ防具を作らないといけなくなってしまうっていうことか。逆に言うと同じ防具でも性能が変わる可能性があるっていうことを示唆してますね。なるほどね。いやー、これは、まあ、いい要素なのかな。まあ、ギルクエとかとはちょっとね、まあ、立ち位置が違うものではありますけど、まあ、ランダム要素っていうところで、まあ、ギルクエの発掘武器ほどぶっ壊れってわけではないんですが、ただまあ、面白い要素ではありますよね。まあ、お守りとかもそうなんですが、まあ、ランダム要素っていうのは大きいのかなっていうところですね。防具ガチャか。いやー、けどその発想はなかったな。なんかその、周回できる要素が来るんじゃないかっていうことが予想されていたんですが、まあ、これに関してはですね、ある意味、まあ、そういった感じになるのかな。まあ、周回しないといけないですもんね、同じモンスターを。で防具を作って、まあ強い防具を手に入れるために頑張るみたいな感じになるんでしたっけ。多分そんな感じでしょうね。いやー、なるほどね、まあ、超特殊許可であったりとかギルクエとは若干ですね違うところがございますが、まあ面白い要素ではないかなっていうところですね、こちら。そうですね、だからまあ既存のスキルシミュレーターあると思うんですが、またそこもですね仕様が変更になってきそうな感じがしますね。まあかなりの神要素ではないのかな、これは。ですね。まあ最近ですね、コメント欄、モンスターハンターライズサンブレイク発売してからもうすぐ約1ヶ月ということで、だんだんやることがなくなってきたな、
アップデートまだかなみたいな、そういったコメントがね、多数見受けられていたので、まあ、かなりね、嬉しい内容ではないでしょうか。追加コンテンツがこれだけじゃないみたいな文面ですけど、まあ、そりゃそうでしょうね。まあ、確かに公式さん別途ですね、追加コンテンツについても触れておりましたので、まあ、他にもいくつかあると思いますね。ただ、こういった防具のランダム要素ですね、追加されるっていうことで、果たして、どうなるでしょうか。まあ、ギルクエとか逆に超特殊許可とかは間接的に追加されないことがほぼほぼ確定しましたね。まあ、ギルクエとかがそのまま実装されるとは思ってなかったんだけど、発掘系が実装されないことは確定かな。ただその代わりにこういったランダム要素っていうところにブラッシュアップがかかったっていうところか。で、今回ですね、まあ、装備のみ公式さんが情報を出してくれていますが、もしかすると武器とかにも何かしらの補正とかがかかってくる可能性がありますね。まあ例えば第二属性みたいなね、まあ、どうでしょうか。ただね、一点懸念点としましては、皆さんサンブレイクプレイされていると思います。難易度的にはどうですか。まあ、正直言ってね、そこまで難易度は高くないのかなと思いました。どうなんだろう。まあ、モンスターも強化されてるけど、ただ結局ですね、ハンターもかなり強化されておりますので、まあ、一長一短のところがあるのかなっていうところですよね。なんかもう、装備自体もかなりインフレしてるからね。で、強力なスキルも今回追加されて、かつ、マスターランクの武器もですね、追加されておりますので、狩り自体は相当楽になったのかなっていうところですね。まあ、モンスターの強化以上にハンターの強化もすごいからな。まあ、結局なんか、ね、相対的には上位とかとはあまり変わらないのかなっていうところがありますよね。で、その中で、まあ、さらに装備が強化されるっていうことでしょう。どうなんだろうね。まあ、それだったらなんかギルクエみたいな感じで、例えばその、ワンパンでやられるようなモンスターたち。まあ、そういったのを追加してくれるんであれば、非常にやりごたえがあるのかなっていうところなんですが、ただ今のところですね、会議調査に新たなコンテンツが追加されると、まあ、そこに関しては確定しておりますが、まあ、それがですね、具体的にどれぐらいの難易度なのかっていうところがまだ見えてない状況ですので、まあ、正直難しいところかなっていうところですね。で、会議クエストっていうところで、今のところですね、星1から星4まであるわけですが、ただチェックマークがついておりますので、新たにですね、1から4に追加されるっていうことはないと思いますから、まあ5と6が新たに追加されるのか、ないしは、まあ集会所クエストマスターって書かれていて、で、唐突に会議クエストがね、発売後追加されたわけなんで、で、さらにこの上の、なんか、超会議クエストみたいな、何かしらのものが追加される可能性もありますよね。果たしてどうでしょうか。ただなんかこう見てみると結構バリエーションがありますよね。盟友クエストも今回追加されましたし。で、この盟友クエストも一応ですね、二つに分かれておりますので、だからまあ会議クエストもですね、もしかするとセグメント分けされる可能性があるのかなっていうところですね。まあ果たしてどうなるでしょうか。ちょっとそこの住み分けについてはかなりね、楽しみなところではあるんですが、ただ公式からの今回の情報ではまだですね、全て明らかになっておりませんので、まあ、そこも含めて楽しみだなっていうところですね。あとは他の方もおっしゃっておりましたが、他にもですね、追加コンテンツがいくつかあるんじゃないかなと予想しておりますので、まあ、今後ですね、他の動画でそこについても考察をしていきたいと思っております。いやーマジで楽しみすぎるんだけどなー。どうなるんだろうな。やっぱり気になってくるのがモンスターの強化だよなっていう。まあ、正直、ハンター側の強化はもうこれでいい気がするんだよな。はい。まあ、そういったところで、今回は動画を終わりましょうか。皆さんいかがだったでしょうか。おそらく、これからも継続的に公式から続報がやってくると思いますので、で、アップデート時期はですね、まあ、8月の末になるのか、それとも上旬になるのか、そこについてですね、まだ公式から情報が出ておりませんが、ただこのタイミングで、まあ、こういったね、超重要な情報を出してきてるっていうことは、少なくともですね、まあ、アップデートが近づいてきてるっていうことだと思いますので、
まあ、こういった情報をですね、約1ヶ月前に出すっていうことは考えがたいので、やっぱり8月末ではなくて、8月の上旬にアップデートが来そうな雰囲気はしますよね。まあ、ライズの時はですね、月末にアップデートがやってきていたんですが、ただサンブレイクはね、月初、上旬の方にやってくる可能性がありますね。まあまたですね、公式さんから情報展開があると思いますので、もし何か続報がございましたらこちらのチャンネルで共有させていただきます。ですので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらくモンスターハンターやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃあねー。